ゼルタースは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中部、ギーセン行政管区のリムブルクイコールバイル軍に属す、町村である。ニーダーゼルタース、アイゼンバッファ、ミュンスター、ハインチェンの各地区からなるゼルタースの長域の大部分は、タウヌス山地の北側、ヒンタータウヌストーブの標高を170メートルから500メートルに位置している。首湯であるニーダーゼルタースは、 リムブルク盆地の南部に含まれており、従ってラーン川の谷につながっている。南から伸びてこの盆地に合流するイトシュタインの窪地は、ラーン川に注ぐエムスバッハ川沿いに伸びており、良好な気候と肥沃な土壌から地元ではゴルデナーグルントと呼ばれる。ミュンスター地区周辺の町域北部は地質学上、デボン期中期の鉱物資源を豊かに産出するランムルデに属している。 特に重要なのは鉄鉱石の産出である。ゼルタースは北はフィルマー及びバイルミュンスター、東はバイルロート、南はバートカムベルク、南西はヒュンフェルデン、西はブレヒエンと境を接する。この町には4つの地区がある。人口は2020年6月30日現在の数値であるゼルタースはヘッセン州の地域再編に伴い、 1974年7月1日に、それまで独立していた4町村が合併して、成立した。公式名称は、ゼルタースである。エホバの承認中央ヨーロッパ支部本館、エホバの承認の中央ヨーロッパ支部事務所が、ゼルタース、イムタウスヌスに存在する。ドイツ語圏のエホバの承認の活動はここで、コーディネートされている。 1979年から約1050人の宗教、団体構成員がニーダーゼルタースに住み、印刷所、翻訳事務所、組織運営部門、流通部門及び修道院風の組織の工房で仕事を行っている。ゼルタースでは、約100カ国の2万5000人を超えるエホバの、承認信者のための書籍が印刷され、ルフされている。ゼルタース、 町役場ゼルタースの町議会は31議席からなる。ヘッセン州市町村法に基づき、町長は参事会の議長を務める。ゼルタースでは参事会は町長の他に8人の名誉職の会員からなる。町長は2010年8月1日から無所属のベルント・ハルトマンが務めている。歴代町長を以下に列記する。ゼルタースは 1980年7月30日に、ヘッセン内務大臣から以下の紋章の使用を許された。図柄、四4分割。第1フィールドは赤字に、斜めに傾けられた銀のジョッキ。溢れた銀色の水に、青が散りばめられている。第2フィールドは銀字で、赤い四鏡図への上部と赤い十字数への上部が、斜めに交差している。 第3フィールドは銀字に赤いハンマーとピック。第4フィールドは赤字で、青銀の波状の基部を泳ぐ銀の白鳥。ニーダーゼルタースにある、ゼルタース、町役場は、かつては、リ居ア先抵校の弊社であった。アイゼンバッハのカトリック聖ペトルス教区教会、アイゼンバッハハインチェンミュンスターニーダーゼルタース、ゼルタースの水源ニーダーゼルタース地区には、 ゼルタース・バッサーという名の光線がある。ゼルタース水源は772年に初めて記録されている。1581年に、ボルムスの町医者、ヤーコプテオドール・タベルネ・モンタヌスは、その著書である源泉の年代記、ムワサーシャッツでニーダー・ゼルタースの光線に10ページを追やし、この光線の名声の基礎を築いた。その後、間を置かずに、 ささやかな温泉業が発展した。それほど重要でない飲用療法の他に、鳥居や船抵抗は石の瓶に詰めた水の発想を、ケネンベッカーラントからスカンジナビア、ロシア、北、アメリカ、アフリカ、さらには1791年に記録されているように、オランダ領東インドのバタービアに至るまで急速に拡大させた。 瓶に刻印されたゼルタースという地名は、その後すぐに、世界的に有名なミネラルウォーターのブランド名、ゼルタースバッサーの起源となった。ナッサウ広告は1803年に、都合の良い収入源として、ニーガーゼルタースを引き継ぎ、輸出会社を設立した。1866年のプロイセンによるナッサウ併合後、水事業は、ケーニヒリヒゼルタース、君主制終焉後は、 シュターツクベレニーダーゼルタースとなった。ヘッセン州はプロイセンの権利継承者としてゼルタース厳泉を1970年に売却した。その後所有者は頻繁に入れ替わった。ニーダーゼルタースの厳泉での瓶詰めは1999年に終了した。2001年からはゼルタース町がこの水源の所有者となっている。ブルネンテンペル ゼルタースバッサー博物館、ハウストロンク施設、公園、イベントスペース及び託児所からなる、ゼルタース高宣言の改修は2011年6月26日に完成した。ゼルター高宣言は、ジオパークベスタランタウヌス総合コンセプトの一部で、ある。ゼルタースは、連邦アウトバーン A3 号線のバートカムベルクインターチェンジから約 5km の、 交通の便が良い場所にあることから人気の住宅地に発展した。この他に連邦道 B8 号線がニーダーゼルタースを通っている。ニーダーゼルタース地区にはマインラン鉄道の駅がある。最寄りの広域鉄道の駅はリムブルク南駅である。ゼルタースにはミッテルプンクトシューレゴルデナーグルントが存在する。この学校は基礎家庭、本家庭、実家学校の 各部門が設けられている。上級の学校としては、バートカムベルクのタウヌスシューレがある。さらに、ゼルタース出身の生徒たちは、リムブルク、アンデアラーンの学校に進学する。ありがとうございます。